昭和29年、いよいよ日本でも力道山が手掛けた初のプロレス試合、ワールドチャンピオンシップタイトルマッチシリーズが開催された。力道山が招いた対戦相手の中でも、世界タッグチャンピオンの座に3年間も君臨しているシャープ兄弟との対戦は、人々の熱い注目を集めた。力道山は柔道で日本選手権10連覇という偉業を成し遂げた木村雅彦とタッグを組み、このシャープ兄弟が保持する世界タッグ選手権に挑んだ。蔵前国技館で選手権杯をかけた第1回のタッグチーム世界選手権試合が、超満員の観衆を集めて行われました。まず力道山、木村両選手が入場。続いてシャープ兄弟入場。先頭は兄のベンで607寸32貫、続いて弟マイク608寸35貫。凄まじいばかりの筋肉美の所有者で、世界選手権保持者の貫禄十分であります。いよいよ試合開始であります。レフェリーはハワイレスリング界の巨頭沖式な。61分の3本勝負、試合開始。まず木村とベンの対戦から始まります。506寸24貫の木村、長身のベンに対して果敢に挑戦。得意の柔道の技を用いんとしております。まずベンを一本背負い、続いて逆十字固めでベンを攻めつけています。レフェリーカウント1・2・3を数えられればフォールでやります。ベンは苦しくなってマイクにタッチしようとしています。タッグマッチは自分のコーナーで待機している味方に触りさえすれば何回でも交代できることになっています。木村も去る者、なかなかタッチを許しません。ロープを振ってタッチを妨げようという力道山。あと一寸、もう少しというところ、なかなかタッチできません。ついにタッチに成功。マイク猛然としてリングに飛び込みました。今度はマイク対木村の対戦でやります。木村一本背負い、今度はリングの中央、小柄の木村飛び込んで、またぐいっと相手をロープに追い詰めて一本背負い。激しく決まりました。やや腰を痛めたマイク、今度はシャープ兄弟で木村をまた先に行きました。力道山これを起こって飛び込み、4人入り乱れてついに大乱闘になりました。これは両チームとも反則であります。レフェリーは両チームに反則を宣しました。両チームに反則を宣して沖レフェリーは試合続行を命じました。今度はベンと力道山の対戦でやります。ベンはやや力道山の闘志に圧倒されまして、コーナーに退却いたしました。この時背後に控えた木村、突然ベンの足を蹴飛ばしてベンに尻餅をつかせました。満場大爆笑。今度はマイクと力道山、力道山ぐいと今度は変わったベンの腕を攻めつけました。なかなか力道山はマイク、ベンの兄弟を相手にして大奮闘でやります。力道山の抱え投げ、鮮やかにマイクの腰を打ちつけました。マイクはロープへ逃れました。力道山の鮮やかな投げ技、マイクはベンの腰をいたわっています。しかしカウント5以上ロープに捕まっておりますとフォールになります。ようやくベンはロープを離れました。力道山ベンを自分のコーナーに包み込みました。力道山ベンを足固め、今木村にタッチ、木村力道山に代わってベンを足取り固めに攻めています。ベンは苦戦でやります。日本チームはなかなかの優勢。木村の足取り固め、ベンは何とかしてマイクにタッチ戦としています。し
かしながらシャープ兄弟も大いに頑張り、ついに木村の足をロープに絡んで、また先の荒技に出ました。木村、この荒技にやや弱っております。えたりと弁が弱った木村に大きく抱え投げ。続いてもう一回。兄弟、変わる変わるで木村を攻めつけております。3回目、今度はマイクが出ました。今度は弁が攻めております。ついに木村、力尽きた模様でやります。投げ方で鮮やかに決まりました。シャープ兄弟の勝ちでやります。最初の一本はシャープ兄弟が取りました。これで5分の休憩に入ります。休憩の間、闘志を養う力道山。2本目の開始、まず力道山と弁でやります。力道山の首投げ。続いて抱え投げ、続き弱った弁に対しまして猛烈に首からひねりました。力道山の相次ぐ荒技、今度は弟のマイクが登場。マイクに対しましても抱え投げ、力道山の大力戦。ロープへ詰めて一発空手打ち、二発目空手打ち、マイク大いに終わりました。向こう側のロープに持たれるところ、もう一発、ついに大きく動作ばかりにマイクは倒れました。リングの中央、完全なコールでやります。力道山の空手打ちのコール決まりました。わずかにこの時55秒、2本目日本チームの勝ちるところとなりました。これで1対1のタイのスコアとなりました。いよいよ3本目、まず木村対弁の対戦でやります。木村得意の巴投げ、さらに大きく腰を入れての腰投げに出ました。この腰投げも鮮やかに決まりました。ついで両足の首締め、弁はこの首締めで大いに弱っています。マットに額をこすりつけられて大いに弁が弱っています。今度は力道山に引き継がれました。力道山また首締め、弁を盛んに苦しめています。弁弱りました。力道山は弁を大きくリングの外に投げ飛ばしました。カウント20以内にリングの中に戻らなければフォールでやります。リングの外に上がりました。弁に対しまして力道山の空手打ち、これは反則でやります。この時あまりのことにたまりかねたマイク、リングに踊り込み力道山に襲いかかれば、木村またリングに飛び込んで4人入り乱れて大乱闘の開始でやります。木村はマイクの首を打ちます。力道山は弁の首を抱えてリングの真ん中で激突させました。この間弁の額が破れて鮮血淋漓、まるで赤鬼のような形相。さすがの沖レフェリーも収拾つかず、第1回戦はついに引き分けとなったのであります。この試合の後、日本中にプロレスブームが巻き起こった。大いに勝ってマイクを引き分け打ちで打ち倒しました。木村続いて力道山がマイクを倒し、その上に弁の巨体を積み上げて上からそれを押し潰しました。この三者の体重合わせて実に98貫、その上に24貫の木村が飛び込んだ。飛び落とした31貫の沖レフェリー、その上に木村が飛び込んで、そこに人間の五重塔が出来上がりました。に絡んで身動きできなくしました。力道山またマイクをロープに絡んで宙返りをさせました。日本チーム大いに優勢でやります。ゴールを取らなければ一本とはなりません。この時惜しくも時間いっぱいでやります。タイムアップ、ついに1対0をもちましてシャープ兄弟が勝ち、大阪の第2回戦を熱狂裏に終了いたしました。過去の栄光を振り捨てて完全として新しい世界に踏み込んだ両選手が今私にまとう大発見まず力道山と弁の対戦で開始であります。両選手さすがに活発な動きを示しています。力道山飛び込んで飛行機投げ、大きく弁を投げ飛ばしました。
全開始まして開始技、両選手胸を置きました。今度は全が体固めに移りました。力道山やや苦戦でやります。全猛烈に攻めております。力道懸命に頑張っております。全大きく絆を抱えてドット投げ飛ばし、ついでマイクにタッチしました。今度マイクに絆を攻めます。この猛烈な強襲にやや木村は弱ってまいりました。1回2回3回猛烈な抱え投げ、今度は弁が攻勢、ついに木村は33分33秒、この攻勢に耐えかれて体固めで倒れました。キシャープ兄弟のうちのこのマイクシャープ、弟のマイクシャープの顔っていうのがものすごくヤンキー面という感じ で、これをその最初に登場させた力道山っていうのの巧妙的裁判っていうのはすごいもんだと思います。こういうそのヤンキー面をしたマイクシャープを空手チョップでやっつける力道山に、大臣コンプレックスを持っていた日本人が興奮して拍手喝采をしたわけですね。木村の方がプロレスのテクニックに関しては、最初の頃はちょっとその上だという感じがするんですけど、2,3 試合こなすうちに力道山はすぐにそのプロレスのイロハなんていうのを覚えちゃって、パッと木村を超えてしまうセンスを感じました。弁はまさにグロッキー、なんとかしてマイクにタッチしようとしておりますが、これを許しません。もう一回首投げ、鮮やかに決まりました。ようやく弁はマイクにタッチしました。マイク出ました。強烈な空手打ち、この空手打ちの強襲にシャープ兄弟は2人ともコーナーに倒れました。満場は大熱狂でやります。かくして2本目、全く日本側優勢のうちにゲームは進んでおりますが、もうほとんど時間はありません。フラフラと弁は立ち上がりました。なおも攻勢に現地するとき、このときついにタイムアップでやります。日本敗れました。シャープ兄弟の勝ちでやります。1対0をもちましてシャープ兄弟の勝ち。かくして各レスリング世界選手権試合は選手権保持者シャープ兄弟のタイトル防衛になりまして、提供のうちに終了しました。